戸崎慶太、戸崎慶太、戸崎慶太、1980年7月8日台は、日本中央競馬会所属の機種、JRA の規則に伴い、姓は、戸崎表記ではあるが、戸籍上の正式な表記は、戸崎慶太である。勝負服は青地に銅、赤チラシ。青は、大井の先輩である、内田博之の勝負服が、銅赤星チラシは、同様に、 的場文みの勝負服の星が由来となっている。未部中学時代は野球部に所属していた。今でも野球が特技である。騎手死亡当時、戸崎は中央競馬の存在を知らず、栃木県那須塩原市にあった地方競馬教養センターを受験。1998年、地方競馬教養センター騎士課程を卒業式士免許を取得する。大井競馬場。 香取和カズ9社に所属して、同年4月12日の大井競馬第3競争を、宮山屋島で勝利し、初起場初勝利を挙げる。2005年6月26日に、福島競馬場で行われた3歳未勝利戦で、13番人気だったスプリングラゴスに起場し、中央競馬初起場、10着となる。同年9月14日。 大井競馬第10競争トゥインクルレディー賞を8番人気の公演ソフィアで勝利し、重賞初制覇。2007年、初の JRA 重賞となったマーチステイクスでは、11番人気だったシーチャリオットに起乗し14着。7月8日、阪神競馬場で行われた3歳、以上500万円以下のレースを山勝機側で制止を初勝利を挙げる。 12月13日に地方通算600勝を達成した。2007年には全国リーディング3位の活躍を見せた。これは南関東内では内田博之に次ぐリーディング2位であり、的場文を上回る価値倉を上げる活躍ぶりであった。2008年のダイオライト記念で振りーソに起乗してダートグレード競争初勝利。同年の東京ダービーでは 前年のアンパサンドに続き、ドリームスカイ、10番人気で勝利し、東京ダービー連覇を達した。さらに6月25日の中央との交流重賞低王賞を、振り大袖逃げ切り、統一 GI、JPN1 初勝利を挙げた。9月17日大井競馬第6競争において、落馬、前治1ヶ月の鎖骨骨折を追い、同日第11競争トゥインクルレディー賞で、 当選女王に起乗できなかった。このようなアクシデントはあったが、ネフェルメモリーを12月31日の東京2歳、優秀品馬で勝利に導いている。この年は306勝を挙げて、初の全国リーディングを獲得し、ノルグランプリ2008最優秀機種に選出された。2009年は、船橋記念をスパロービートで勝利し、 3月11日の大オライト、記念及び3月20日の大歌賞をいずれも前年に続き連覇。3月25日には、京浜杯を制して、地方競馬通算戦勝を達成した。この年は、前年を上回る387勝を挙げ、2年連続で全国リーディングジョッキーとなり、ノルグランプリ最優秀勝利回数機種及び同、最優秀賞金習得機種賞を受賞した。 また、中央競馬では前年まで、通算5勝の成績から一転して、年間20勝を挙げ、安田記念では、混合力士用に、天皇賞、秋では、英神デピューティーに起乗し、中央競馬の GI にも参戦を果たした。クイーンカップでは、大井所属のエーブルインレースで、勝馬のディアジーナから0.1秒差の3着に、食い込む活躍をした。 2010年は中央への参戦も積極的に行っている。中央競馬の日本ダービーでトゥザグローリーに起乗。東京ダービーをマカニビスティで制し、東京ダービー3勝目を挙げた。6月30日に行われた、帝王賞では、フリオーソに起乗。中央競馬の有力馬の金引きリバーメリアン、サクセスブロッケンボンネビルレコードなどを破り解消。フリオーソで、 バーミリアンにも初めて勝利した。7月14日に行われたジャパンダートダービーでは、マグニフィカに起場。始終戦闘をキープ。直戦でも一度も前を譲らず、そのまま逃げ切り、帝王賞に続いて、川島正幸長教師とのタッグで GI を獲得した。11月3日に、船橋競馬場で行われた JBC クラシックは、 地方最強馬のフリオーソとタックを組むも竹豊よき城のスマートファルコンに逃げられ2着。11月14日の東京競馬場、第11競争第15回、東京中日スポーツ杯武蔵野ステークスでは6番人気のクロリアスノアで優勝し、中央競馬重賞を初制覇した。この年は勝利数が伸びず、地方競馬単独の勝利数は294勝した。 山口伊佐に続く288勝だったが、中央競馬の勝利数も含める規定により前年に、続き、最優秀勝利回数期首相を獲得することとなった。2011年も、中央競馬へ参戦。6月5日の安田記念では、リアルインパクトに起場し、中央競馬 GI 競争での初優勝を飾った。2012年3月14日。 船橋競馬場で行われたベストビット特別を一番人気のグレコで優勝し、地方競馬通算2000勝を達成した。7月13日、大井競馬で行われた第6競争において落馬負傷したが、2週間後の7月29日に無事、復帰した。2013年6月16日、東京競馬場で行われたユニコーンステークスを3番人気のベストゴーリアで、 勝利し、JRA 赤後初の重賞勝利を決める。12月12日に、そのだけ馬場で行われた、ゴールデンジョッキーカップで優勝。2014年12月28日、第59回、有馬記念を、ジェンティルドンナで勝利し、8大競争初制覇を果たすとともに、年間146勝でこの年のリーディングジョッキーとなった。 2016年12月25日、クリストフルメイル騎手との接戦を制して、年間187章で3年連続のリーディングジョッキーとなった。制裁点ゼロ、特別模範騎手章の対象でのリーディングは史上初である。2005年に初めて中央競馬の新規騎手免許試験に挑み、一次試験で不合格となる。 2010年の時点では JRA への移籍について今は特別考えていませんね。そういう時期になったら改めて考えようと思っています。今は一等でも多く、一日でも多くが無茶らに乗りたいんですよと述べていた。翌2011年、安田記念の勝利を契機として2度目の試験に挑んだが、またも一次試験で不合格となった。2012年9月、3度目の試験に挑むため、 願書を提出し、10月一次試験に合格、1月に受験した二次試験にも合格し2013年3月1日付で JRA の機種となった。なお、中央系外籍後は、三保の田島俊明旧社に所属している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。